はい、どうも皆さん、こんばんは、のぼのぼです。今回はね、前回の続きやっていきます。しちゃいますぜ。前回は、なんだっけ、あ、ダンデと戦ったんですね。で、白い黒人の女がトリッシュってことが判明したというところで、前回は終わったんですね。まあね、とうとう、やっと戦いますよ。おじいさんとね、よいしょ。で、ここに行ったら確か強制戦闘になると。危ない。おっとおっとおっと、多いな人数。まず一人一人やっていきましょうかね。違う、やばい。オッケー。オッケー。よいしょ、よいしょ。おっ。おっ。違う、別だ。お前じゃない。痛い痛い痛い。これ登る、上に上がるって一緒になる。で、こっちに敵がいる。これを踏ませると、カモンカモン。まあ、こうすればいいんですよね。戦ってきますか、こいつと。OK。で、確かこれはまだいけないと。で、どうやっていくんだっけな。確かここも強制戦闘になったような気がするけど、ここは ならないんだよね、確か。で、このレッドバーは無視していこうかな。1、2、
で5、2、3、はい、1、2、3、おっと1、2、下に落ちると強制戦闘になると。もう一回来ると、はい、魔人化しますよ。一人飛んでると、おい、おいしょ、よいしょ、盾が壊れる。ドンドン。で、強制戦闘は終了と。で、これが上に上がって下にいた時、1、2、3のタイミングに来ていけると。はい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 、結構で、これは一定時間で消えてしまうんで、出して1、2、3、4、5、6、7、これで OK。 でここでまた強制戦闘という壁に、OK。 で、あそこのエレベーターが上がってくると、エレベーターというかな、が上がってくると、ここ一気に死にかけ抜ける。この体力回復を取ると、で、確かこれをね、まあ、さっきのところで戻れたんですけど、まあ上がってるとこまで行くと、したら相手になると。で、この敵は無視してこっちに行くと。
趣味が悪いつもりはねえな。そうか、それは残念だ。彼女と一つになるのが願いであろう。その願いを私が叶えてやろうと言っておるのだ。この神の体内で二人が溶け合い一つになればよい。そう、高貴なる愛の証として。聞こえてろ、交渉は決裂だな。ならば残念だが仕方あるまい。まだ未完成とはいえ、神の力の一端を見せてくれよ。Yeah!
しかし、さすがはスパーダの血を引く者の力よ。ダンテほどではないと思っていたが、ここまで苦戦させられるとは思っていなかった。ダンテ？本来ならば、あの男を神に取り込むつもりだった。だが結果が同じなら、たやすい道を選ぶ。ってやってきた。だが妹をキリエを何も知らないあいつを巻き込むようなやり方だけは、家族への愛だと。くだらぬ。必要なのはただ絶大な力、それだけ。お前はそうか、グロリアか。貴様らの予測せぬところにスパーダの血毒は存在していた。この小僧のおかげで我らが神はついに絶対の存在となるのだ。どうかな、そっちの坊主はまだやれそうだぜ。バカめ、もはや脱出は不可能だ。神の軌道を止めることはできん。おい坊主、ギブアップするか。もうネタ切れでね。なんだ情けねえ。ところでその刀は後でちゃんと返してくれんだろうな。取りに来な。悪ガキめ。
見たか？羽が生えたぜ。ほんと趣味の悪いデザインね。おい、あれはどこ行くんだ？完成したって話だがよ。神が世を救うためには混沌が必要だ。なるほどね。それでヤマト。魔界とつながっていた地獄門を封じた刀、あれこそが門を開ける鍵なのだ。この町に眠る真の地獄門のな。そんな大層な秘密があったとはな。だがスパーダの息子のあなたなら神さえ止められるかもしれないな。だって期待されちゃってるみたいだけど。らしいな。頼む、最後の頼みだ。助けてくれ、ネロと妹キリエを。断る前に行くのは反則だぜ。私は住民を避難させとくわ。おい、何でもかんでも俺任せか。じゃあ交代。いや、このままで行こう。やった、終わった。いや、疲れた。はい。てなわけで、今日はこんなところで、以上のぼのぼでした。次回もまた見てください。バイバイ。